寒い寒いね。今はうどんの時期だけど、私はあなたのそばが好き。そばにいるか。皆さんこんばんは。大分の高知親方です。いや寒いねと言いたいところですが、令和の冬暖冬ですね。またですね、そういう時期でもやっぱり美味しいのが麺類、いやうどんやそば、これ今いい時期ですよ。まあ私はですね、うどんの人間なんですけども、実はこれ収録前にちょっと私夜今日はですね、そばをいただきましたけども、今回はそばに関するお話でございますですね。先週ですね、2020年の1月23日木曜日で、そばに関するすんごい面白い本が出ました。チャラン、こちらですね、林池森秀一の365日そば三昧というエッセイ本が出されました。私が大好きな林のボーカル池森さんです。最近ですね、モンプネタばっかり言ってますけども、一番の人はやっぱりなんといっても林のボーカル池森秀一さん。50歳超えられましたけど、本当若い方ですね。この実はですね、池森秀一さんというのは、まあもちろんボーカリスト、ミュージシャンなんですが、実はですね、そば通としてもかなり有名です。ここ10年間でもほぼ毎日そばを食べられているほどなんですね。まあそれでですね、その影響で、まあTBS のマツコの知らない世界でありますとか、ラジオのですね、 FM ラジオのモモクロのハッピークローバーでもですね、もうそば通としてもう池森先生になってますけどもですね、もう非常に今そばで注目をも集めているですね、池森さんでございます。ついに待望のそばに関するエッセイ本まで出されるという、素晴らしいですね。これまあ実はまあ収録の前日に届いたので、まだざっとしか読んでおりませんが、結構これ見応えありそうですよ。ざーっとこう見たんですけども、130ページほどありますけども、まあ内容としては最初にですね、こう、プロローグとして、まあなぜ池森さんにそばが好きになったのかとか、そばの魅力について語っていただいております。で、二つ目がですね、その後、まあ、全国各地いろんなところ、そば巡りされてます。で、その、まあ、全国各地、多分47都県でこう全部制覇していると思いますけれども、各地の有名店をご紹介しております。で、さらに池森さんおすすめのですね、おそばのレシピ公開や、そして最後特別企画ですね、カラーでいっぱいありますけれども、これはもう見てからのお楽しみでございます。で、最後の最後になんと蕎麦の用語集もですね、こちらって書きますけど、あってね、こう石臼引きとか田舎蕎麦とは何ぞやとか、さらしな蕎麦とかですね、そういう説明があってます。こうまさにですね、この蕎麦好きな方にはたまらない一冊ではないでしょうか。ね、まあ私はですね、先ほど言いましたように、まあ社会人になってからうどんが好きなんですが、もちろん蕎麦も大好きなんですね。ですからこのまあ好きなアーティストの影響で、まあこれからですね、蕎麦をですね、食べやっていきたいなと思いますし、こうね、そばのいろんなお店をですね、こうちらっとご紹介しておりますけども、これをね、また紹介されると、このじゃあ池森さんが紹介しているそばっていうのは全部巡ろう企画なんて、もう勝手にね、夢が膨らむわけですよ。お腹も膨らんでますけどね。まあこれですね、本当面白い一冊ですし、まあ私は読書苦手なんですけども、これ基本的なですね、スタイルは編集者と池森さんが対談してる、対話しているですね、手で紹介しておりますので、ですがこう池森さんずっと堅苦しい文章を書いてるわけではなくて、こうね、池森さんなんでそば好きなんですかって言って、いやね、ちょっとね、1年間で何を落としたんだよ、なんかそういう風なね、本当ラフな感じでフランクな形で紹介されてますので、本当に読みやすいですし、画像もいっぱい、カラーもありますから、本当まあ要は私みたいにこう文章がちょっと苦手という人でも簡単に本当読みます。でこう美味しそうな本当そばがですね、たくさん出てますし、そばに関するグッズなども出ております、ね、こちらまあ定価がですね1455円にプラス消費税がですね加わります。でですね、これありがたいことにですね、まあ、池森さんが自身の SNS で紹介されておりましたが、この Amazon のですね、そのエッセイ本というかですね、のジャンルで、デイリーで1位を取ったそうですね。注文数本当におめでとうございます。ね、実際私もですね、発売日当日、まあ、大分市街地の、まあ、大きい書店を2つはしごしました。ただなかったんです。
ちゃんと入荷してましたけど、登録もされてましたが、その時本当在庫ゼロで、もう本当にこう注目されてるんだなと思いましたですね。本当この一冊はですね、皆さんにもぜひ読んでいただきたいと思いますですね。でまたこういろんな各地のですね、美味しいそばを食べながら、まあ皆さんも満喫をされて、で私もですね、こんないろんなまたこれからもそばとかグルメを食べて、この動画でまあ皆様にご紹介して、なんかお返しできればなというふうに考えておりますので、ぜひこの林池森秀一の365日そば三昧、ぜひ皆様一度手に取ってお読みくださいませ。で合わせまして、1月の29日にですね、林のまたニューシングル、この配信です、 CD ではないみたいなんですけども、配信シングル、そばにいるだけだかですね、というシングルもリリースされますので、シリーズ、ちなみにその先に iTunes で予約するとこのサイン入り本が来るということで、本当にすごい楽しみでございます。なんかちなみにそばだからそばにいるだけでっていう、いうのは偶然だそうです、池森さん曰く。はい、で余談ですけど、 D に関しましては、今度その前1月の末からですね、いよいよもう、ですよ、ライブツアーが始まりますね。ご各地のライブツアーが始まります。で、私も実は2月の24日ゼップ福岡公演参戦しますん で、もしですね、会場で私を見かけた方がいらっしゃいましたら、お手柔らかにお声掛けくださいませということで、皆様ぜひ ね、ご購入ご一読をお願いいたしますということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございましたですね。ぜひ皆様、よろしければいいねボタンと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。そばのように長いお付き合いができるように、お願いいたします。なんか京都銀行の CM みたいですけども。それではまた。